小ゲまがかりに対して白2のコスミは手堅い打ち方です。黒は締まりを妨げたことに満足し、ここで手抜きもあります。白4、黒5は共に堂々の婦人です。ただし白4は A、黒5は B と控えることもあります。また白4、黒5は省くこともあります。 星に対しては、黒1の焦げ絵曲がかりが、白2では A、黒3の滑りはし、白4と受ければ、黒5はほぼ必然です。石を打ち、以下の定石を完成させてください。 よく生じる形で、どちらも安定した形です。黒3と滑った以上、黒5の開きはほぼ必然です。白6は省くこともできます。最近は白4を保留して A のハサミの可能性を残すことが多くなっています。 手抜きに白4とつける手もあります。主張が良ければ黒5と跳ね込む手もあります。白8の伸びに黒9と切るのは3子を捨てンにしようという意味です。黒19までを利かして黒21に回れば白4の外線を築く意図を妨げています。